若森県庁は、茨城県つくば市若森に、かつて存在した若森県の行政機関。県庁があった場所は、若森県庁跡の名で、つくば市の史跡に指定されている。桜川右岸の絶上大地上にあり、県庁跡というよりは、城跡と呼ぶにふさわしい景観を示す。若森県は、旧天領、旗本領に属した、 北地国六軍と下宇佐国三軍の村々をもって発足した。若森県は約560村、人口約15万人、国高は約29万国であり、元広島藩市の池田種則が地県事を務めた。しかし、若森県はわずか2年9ヶ月で、新張県と茨城県に統合され消滅した。跡地の標高は約十五メートル。 北から東にかけて水田が広がり、西には多日のある天然の要塞であり、県庁となる以前は定石であったことが伺える。役員は20人ほどであったが、県内の村々から多くの人が来訪したため、若森村は賑わいを見せた。しかし県庁廃止後の経済は急速に衰退、庁舎は売却され、その名残はほとんどない。県庁舎の敷地面積は4部。 であり、小ぶりであった。建つぼは、諸説あり、120つぼ、125つぼ、140つぼとされている。会員は、約20名、または55人で、会計局、社事局、租税局、団国局、調査局などの役所があった。王子は55の建物が連なっていた。庁舎は、館の山と向かい山の2つの地区に分かれており、館の山に、 本庁舎や老舎、お供の者の町部屋、十棟の長屋が、向かい山に十三棟の長屋が存在した。庁舎の建設は、周囲の村人を動員した特幹工事であり、建設費は、県内の各村から国高百国あたりに両藩を徴収して賄っなった。南北朝時代、小田春久は、小田城の防備を固めるため、若森城を築いた。元には、 下妻城主の田谷政景が若森城を築いた地であり、江戸時代に旗本の堀田氏が二の丸跡に陣屋を構えた。堀田氏の陣屋は文久三年に取り壊されていた。取り壊しの理由は定かではないが、多くの荷物が取り壊しの際に江戸へ搬出された。陣屋跡はしばらく、総村所有の入会屋として村民の共同利用の場となった。 明治2年1月に、日立地検事の池田種則が後に、若森県となる領域内を巡回し、新設される県域の中央に該当する、筑波軍人軍村、新張郡生鳥村と新張郡若森村の3つを、県庁の設置場所候補として挙げ、各村に村内の絵図を提出させた。そして同年2月3日に若森村に、県庁舎を建設し、新県の名称を、 若森県とすることが公表された。若森村の庄屋の大久保や家らによる誘致運動の結果、若森村が選ばれたと言われている。大保町市では誘致運動の他に幕末からすでに空き地であったことも設置場所に選ばれた理由の一つに挙げている。同年2月9日、旧日立地県人の管轄領域が若森県となり、若森村に県庁が置かれた。これは、 府県市政順序に基づいたもので、葛飾県や品川県などと同時に設置された。県庁としての業務を開始したのは、2月20日のことで、ある。県庁は長寿者表彰や、公私表彰などの県民表彰、選挙による村役人の選任、政治に対する意見の上進の奨励、貧しい人の救済、新産業の振興など爆反対成果とは異なる。斬新な政策を進め、 県民の期待を集めた。一方で、明治政府の神仏分離方針に従い、僧侶の反発や、県民の書道具保護の声を無視して、筑波山神社からの仏教職を排除し、廃仏希釈を断行した。若森県庁ができたことで、若森村は、県内の村々から県庁に、用のある人々が集まり、にわかに活性化した。こうした来客を相手とする、合宿と呼ばれる。 単眼、訴訟に訪れた人の休憩、宿泊や仲介をする施設や、茶漬け屋と呼ばれる料理店が相次いで開業した。しかし、客の奪い合いが生じたため、双方の役割を規定した、議定がゴー,ヤード10件と、茶漬け屋19件の間で、明治2年8月に結ばれた。その後、明治4年7月14日に第一次、廃藩地検が実行されるが、 旧来の藩がそのまま県に置き換えられただけであり、若森県は現状維持とされた。上層地方には人口1万人に満たない県が6県あった中で、若森県の人口は多い方であったが、明治4年11月13日に第2次廃藩地検が行われ、若森県地下は茨城県と新張県に分割された。若森県地検事の池田種則は、 新居ハ県の初代一時に就任した。若森県廃止にあたっては、県内の前村から若森県存続の嘆願書が提出されるに至ったが、聞き入れられなかった。県庁が廃止された若森村では、生活に困窮する者が多数現れ、明治5年7月に新居ハ県庁へ村役人一同の名で嘆願書が提出され、もし県庁が若森村に移転するならば、 必要なだけ土地を提供し、移転に必要な人馬を無償で提供する意思があることを表明した。単眼は虚しく、空き庁舎となった若森県庁の建物は、明治5年に、個人や吉沼小学校などに4分割の上、譲渡された。跡地は、つくば市若森に所在し、若森南バス停から徒歩10分のところにある。現地には、土塁が残り、私有地となって、 個人宅と栗畑に利用されている。現地は樹木が多く茂り、昼間でも暗いほどで、王子の面影はほとんど残っていない。建物の一部は払い下げられ減損しているが、私有であり、見学不可である。移築され、民家となっている建物には、吉下門賞入りの鬼瓦が残る。また一部は、吉沼小学校の校舎として移築され、その後、 村役場や中学校の校舎となったが、1953年に取り壊された。ありがとうございます。